しい雰囲気の中始まる今日のゲームです。今夜の現地ですが天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。川崎フロンターレ対浦和レッズ、エキシビションマッチをお届けしてまいります。やはりこの序盤先に主導権を握りたいですよね、はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどね。うん、思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。では立ち上がり見てまいります。振り抜いた、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。まあ積極的でいいですよね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。抜けてくる、これ仕掛けるか、ここは間合いを取る、ジェジエウ、ここは奪います。さあ繋がるか、ここからカウンター早いでしょ。仕掛けるか、中島、シュート、これはキーパーこぼれます。危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。クロスを上げる、ここはディフェンスの対応、田辺